はいどうも、ギタープラネットハイのフラの松本です。本日、ジェームスタイラージャパン入荷2本目でございますね。はい。いや、今回3本入荷したんですけれども、もう先に言っちゃいますが、全部ローステッドメープルです。いやー、楽しみです。開けていきたいと思います。はい、それではいきますよ。オープン！渋い。今回はローズウッドかな、この感じは。よいしょー。はい、ジェームスタイラージャパンスタジオエリート HD、 こちらはホワイトブロンドでございますね。アッシュデイブロンドはなんでこんなにかっこいいんでしょうか。木目が透けてていい感じです。こちらはローセットメープルですが、指板はローズウッドですね。はい、いやいいですね。渋いわ。はい、スペックを見ていきましょう。ほい、ジェームスタイラーギタージャパンスタジオエリート HD でございます。ボディット3アンプアッシュでございまして、ネックはローステッドメープルネックです。こちらも、ローステッドですが、クォーターソーンですね。クォーターソーンローステッドメープルネックを採用しております。指板はイーストインディアンローズットで、ネックはエキストラシン59細いタイプで、ピックアップは SSH 配列で JTS5500JTS5500 リアがスーパーとなっております。コントローラー通常の HD と同様で、ボリューム、マスタートーン、ブースト量、ミッドブースト、プリアンプ、バイパス、ボタン&ファイブウェイセレクターを採用しております。ハードウェアは G2TS タイラーサドルのトレモユニットとヒップショットロッキングチューナーを採用しております。はい、全体を通してですね、ローズウッドとローステッドの組み合わせで結構ですね、渋めのネックになりますけれども、こちらの木目が透けた爽やかな、ホワイトブロンドがいい感じのマッチングをしている個体だと思います。いい足ですな。はい、ローズもいい感じです。いや、ローステッド、はい、いや、これかっこいいな。いいですね。ローズも黒々としてていい感じです。はい、アッシュのこのホワイトブロンドのタイプは結構ですね、割とあのシンプルな、あのタイラーの中ではシンプルなルックスですが、大体見れるとすぐ売れちゃうんですよね。ソリッドカラーの中では木目を感じる、なかなか個性的な一本になってると思います。いや、かっこいい。この渋めがいいですね。いいですね。本日から店頭展示開始いたします。気になる方はぜひお問い合わせお待ちしております。よろしくお願いいたします。